はい、どうも佐藤ベートーベンです。今回はですね、謎解きゲームリアドル30というもので遊んでいきたいと思います。ランダムで250問以上から出題されて、そのうち30問全てを解いたら最高ランクゴッドの称号が得られるようなんで、ここを今回は目指していきたいと思います。もう終わりたい。スタート。なんとかにはなんとかをつけ、歯ブラシ、歯磨きだ、歯磨き。いや、これで、気づいてしまったな。これなんかあるな。このローディング中になんか出てんな。これどうするんだよ。これ全部やるの？これなんか出ちゃってるよね。これ、なんか出てるよね、明らかに。これなんだ？なんか違うものに気づいてしまった。これ最終問題に関係してそう。運玉か。うわー、なんか出てる。明らかにいるな。カルビ、なんか出てるよな。なんだこれ。気づいてしまったけど、気づいてしまったけど今それどころじゃないんだよな。キフジにいたか、三ナスビだね。ということは、ナタビか。なんかいるな。回答は裏盤面のひらがな。裏盤目のひらがな。あー、そういうことか。裏盤目のひらがなで、ひらがなはハのひらがなの6文字だからってことだね。だから1の裏側は6で、6番目のひらがながなだね。ハのひらがなのなで、2の裏側がで、5の裏側でのながのが答えになるのね。はいはいはい、オッケーオッケー。もうそろそろ終わりたい。いきます。死にせ。星4はやっぱ強敵だな。カマキリ、踏み切り、踏み切り4、兵隊。今次27問目。カルビ28問目。戦車、積み立て、取り立て、新線、新幹線、29問。抜いたりする、ハート、ハード、バード、ハト。よし、最終問題。いやー、関係あったか。途中で全部出てきてたんだよな。さあ、このシーンの最終問題解かないといけないから。いや、でもあんま見る余裕なかったんだよな、ここ。これの法則をちゃんと突き止められてはなかったから。写真撮ろう。多分何個かに分けて一つなんだな、これ。で、今のうちに分析しとこう。多分複数個で多分一文字を示してるのは間違いないかな。なので4つ区切りで一文字の可能性があるね。で、それぞれが答えが出た時に何個ずつ出てたかっていうのが結構文字数によって違ったから、おそらくその瞬間のものを見抜けば多分それぞれの答えが出てくるような気がする。4つ区切りな気がするな、これは。おそらくだけど20だし、5かもしんない、5かもしんないけど、多分次の1問目を解いた時点で分かる、それが。だから何問か抜いてそれぞれの法則を把握すれば、いや、っていうかこれが2進法とかだと考え、いや、てか5進法 ?6 進法か、この場合は6進法だと考えたらいけるか。あ、いやいや、やっぱ4つだということは、うん、4つ区切りっぽい。なんでかっていうと、4つ区切りにした時の、あ、これ言っちゃった。とりあえず結果発表見よう。S ランク、これね、拡大してくれると思うんだけど、4つ区切りにした時の先頭のやつって全部白なんだよね。白か上にちょんってついてるやつしかないから、それぞれの先頭が
その白になりやすいってことは、それが多分 1桁目、要は1000のくらいでね、要は一番大きいくらい、六進法でいう。だからこれもうこの時点で頑張ったら解ける可能性がある。それぞれ六進法だと仮定したときに、多分埋まってく順はもう見えてんのよ。その上右左、あ、うち上右下左で、これで、あ、違う、だから六進法じゃない、五進法だ、五進法、上、あ、え、いや、ない、0、1、2、3、4、だから五進法だ、うん、だから全て五進法だと考えます。いやでも一番左埋まってるってことはめちゃくちゃ数でかいってこと、525、125になるもんな。125はえぐい、さすがにえげつないな。わかりました、ここまでカットだな。これやっぱり全部カットするかどうかはさておき、ちょっと違うっぽいな、五進法パターンってだとちょっとでかすぎるから、いやなんかな、悪くない気もするんだけどな、足りてないのか、ちょっと見てみるか、法則性を見るのはありだな、ちょっと法則性を確認していこう。ゲームスタートで、あれ問題を答えた時に出てくるから、多分問題の答えとリンクしてる可能性はあるんだよね。ハンドルで、これでハンドルって答えを入力した時に一体何が出るかがすごい重要だから、これちょっと取ります。ハンドルって入れた時に出てきた四角は16個じゃねえよ、合ってるっぽいな。あ、わかったー、わかった、一番左の句読点の存在のあれがわかったわ。一番左の句読点はあれだ、点々だ、あの濁音、濁音にするときは一番左につくんだ、これ。はあ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 、とすればもういける。だからもう一回あそこに行く必要があるんだけど、その前にまず答えを確認してから30問目に行こう。 OKOK、五進法で説明すると非常にちょっと伝わりづらいかなと思ったので、今頭の中で、分かりやすい説明を思いつきました。さっき、説明してた4つの、位で区切るっていう話があったと思うんですけど、この4つを、さらに3つのセクションに分けます。一番左中2つ右1つで分けます。いいですか。で一番左は濁音がつくかつかないかで、ついてなかったら真っ白、ついてたらこの上三角がつきます。あ、上三角、この上の部分に下向きの三角がつきます。で中2つは、いわゆる赤さたな浜やらわの順番を示します。何も真っ白、2つとも真っ白だった場合はあと仮定してください。でそこから1つずつ右から、1,2,3,4 ってついていくたびに、進んでいきます。だから何もない状態があ、1個ついたらか、2個ついたらさ、3個ついたらたで、3個、4個ついたらなみたいな感じで、増えていきます。で歯の状態はじゃあどういうことかっていうと、歯は左に1個、その、中2個のうちの左に1個ついて歯を示します。でそこ真っ白になって、さらにまたどんどん進んでいきます。何もない状態が歯、これ左に1個ついてますんでね、これが、左1個ついた状態で、真っ白の状態が「は」で「ま」、1個ついたら「ま」、もう1個ついて「や」で3個ついて「ら」で4個とも待って「わ」で「ん」の状態はどうなるかっていうと、左に2個ついてこのこれで「ん」を示します。つく順は上右下左だから、上右についた状態でうんになります。で右は空っぽ、これがうんですね。で一番右は分かりやすいです。何もなかったらあ、アダン、赤さたな浜やらはで上に1個だけついてたら生き死にひみいりのいのだで2個ついてたらうくすふむゆるうう なんか忘れたけどで3つついたらえけせってねええのだで4つともついてる要は真っ黒の状態だとおの段っていう風になります。これでもう一度あの30問目を読み返していきましょう。あ、わ、わ、そうか、わた、あ、わたし、わたしが、わたしが、わたしが神っていうことかな、わたしが神だ、
私が神だと読めるようになってきたな、このうーちこうちこめ、私が神だと打ち込め、オッケー、わかりました、打ち込みましょう。それではまずまたもう一度30問を解かなければいけません。解きましょう。ポリとバード、あれ、あ、わかった、あー、え、じゃあ鹿児島も、え、9じゃん、くそ、あー、これはもうダメだ、えく、いやー、都道府県だった、都道府県っていうか、なんとか地方だわ、9、うん、これダメですね、ちょっともう一回、もう一回頑張ります。いやー、やっぱり大変だな、これ30問やっぱクリアするだけでも結構大変なのかもな。エビ、あ、シビ、あ、たか、あー、ビー自宅、やべ、時間がない、あー、なんだっけ、シーン、シマウマ、オッケー、シマウマ入力、30問目、私は神だ、あれ、私は神だ、あ、私が神だ、あー、うまかった、あー、結果発表、あー、さあ、いいよ、声、D を超え、 C も超えて、 B も超えて、 B プラスも超え、 A も超え、 A プラス超えて、引く、ちょっと引くぐらいすごいも超えて、ウグズリアドルマスターも超えて、人間をやめた謎解きモンスターゴッド、やったぜー、嬉しい、やった、最高ランク伊藤達9999ポイント、ポイントやば、すごい、嬉しい、やったぜ、いやー、というわけで、無事、ゴッドランク取ることができました、やったぜというわけで、面白かった人は高評価、チャンネル登録を忘れなく、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。